今日私のやるのはですね、竹スキー。みんな知ってます？スキーね、知らないでしょうね。だからね、私が昨日ずっと作ってきたどんなものかっていうの。これをね、これが竹スキー。これをね、足で踏んでね、どこでも滑るんだけどね、坂道、雪を踏み固めてね、ずっとこれで滑りよったの。それからこっち好きと言って分からないから、ね、昨日作ってきたの、これなの。ここにね、お尻を乗せて、ここに持って、足をね、ここへかけてね、滑っておったのよ。これはね、スピードが、ね、ものすごい出るのよ、面白いよ。ね、こける場合、こける時もあるしね。ソリって言う、ソリだね。これで滑りよったのよ。みんな滑ったことあるない？雪が降るけど今雪は少ないですから ね、 雪降らんからね。昔はね、1メートルぐらい雪がありましたのでね。ね、まあ、もう一つまだね、いろんな遊びがあるけど、これなの、ゴム缶っていうの。今お店で売ってる、ここへね、なんかね、南天の実とか、私の時に小さい石を持ってね、みんなが持ってね、的を作ってそこへ当てよったけどね、なかなかね、当たらんの。このね、ここの Y の字がね、一応不揃いというか、いいことならんかね。これでも、でも違うでしょ、ね、ここはまっすぐ、これなかなか当たらんの。何？これかね。うん、そうそうそう。あ、これなんかあったの、やるよるの。これ引いてみる。そこにね、なんかを入れて、まずグーッと引っ張ってみなさい。それで離したらね、パン、玉が飛ぶの。パン、玉が飛ぶ。あ、そう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 。でもね、人向けてやったらいけんのよ。これ弓矢って、ね、時代劇見る。ね、時代劇でやってね、こうして。飛ぶけど、今飛ぶからね、あそこのドアまで行くよ、これ、ね、話したらね、これなんでね、みんなと遊びよったの。昔はね、お母さんにお弁当を作ってもらって、これでトタンで作ったこう弁当箱、弁当ぬくめ、それがあってね、火鉢を入れてお弁当がね、冷めんようにね、したのを食べた思いもありますよ。そんなこと思った。昔の話ですけど。みんなこれやったことあるの？はい、ある。これは？ある。ある。これ。ここにね、鉄があるけどね、これよりね、大きなね、鉄がまやってね、この両方で回してガーンとかやってね、結局、ま、これがこけた方がね、負けというんでね、間にやるんだよ。まだ駒がね、大きな駒、喧嘩駒って言ってたよね。あ、そう、喧嘩駒、喧嘩駒。さあ、私の丸かね、どうかね、まずやってみようね。はい、投げて。はい、ね、おお、これで当てたら喧嘩ごまってなるのよね。またおお、やったやった。おお、第1号。はい、これ、はい、あら宿題、家帰ってやりなさい。ああ、ダメだ。広がらなかった。おいや、上。はい、終わりー。